皆さんこんにちは。ペリー・ジョンソンホールディング株式会社の海澤幸雄です。今回は食品の米国輸出を円滑にするための諮問監査をご紹介します。我が国日本は少子化に伴い今後人口の減少が予想されております。人口減少により国内需要の縮小も予想されるため、多くの企業は生き残りをかけて海外展開にシフトしております。今回は食品の対米輸出で考えてみます。理想的な輸出相手として主に2つのポイントが考えられます。1つ目は相手国の人口です。米国は現時点でも日本の2倍以上の人口ですが、日本よりも出生率が高いため今後も人口が増え続けると予想されます。2つ目は相手国の GDP 国内総生産です。米国は毎年右肩上がりで GDP が増え続け、現在日本の 1.6 倍以上の数値を誇っております。米国は毎年右肩上がりで世界中から食品を輸入しています。しかしながらそのうち日本からの輸入額は全体の 0.6% 程度しかありません。日本はまだまだ海外への食品の輸出額が少ないと考えられます。これらの理由により世界中の食品メーカーが米国への輸出に力を入れ、米国の食品輸入額は年々増加の一途をたどっております。しかし米国に食品を輸出するには米国の法律 FISMA 食品安全強化法に対応しなければなりません。対応ができていないまま取引を継続することは法令違反になりますので十分注意が必要です。特に第301条 FSVP 外国供給業者検証プログラムはサプライチェーン間で取り組む必要もあり、さまざまな事情で対応に苦慮するケースが見受けられます。そこでご紹介したいのが、この問題の解決に大きな期待ができる FISMA 諮問監査です。 FISMA 諮問監査については別の動画で詳しく説明しております。概要欄に URL を載せておりますのでぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございます。これからも皆様の経営向上のための情報を発信してまいります。ぜひチャンネル登録と、良ければ高評価ボタンクリックをお願いします。また、さらにご興味のある方は概要欄をご確認ください。